はいどうも、順坊です。雨がね、上がりましたね。はい、ですね、また1週間ぶりぐらいですけどもね、川崎の 500SS、ハスリにね、乗ってちょっと出かけようと思いますけれども、本日はですね、茨城だったかな、確か茨城だったと思うんですけども、いつも私のブログにコメントをくださるね、宮部さんという方が同じくこのマッハでね、こちらの方にね、来るということで、で、私もマッハで出かけるわけなんですけども、その宮部さんはですね、一応11時ぐらいに、鳩屋さん、ね、私が住みます、草加市にあるオートバイ屋さんの鳩屋さんの方にね、来るということで、で、私もそちらの方に行く、伺うと、そういった次第でございます。はい。まあ、ちょっとまだ時間がありますんで、外環道の方から、ちょっと川口を抜けて、それで鳩屋さんの方に向かおうと思いますね。はい、まあね、雨が止んだとはいえね、ちょっと天候の方はね、怪しい。いつ雨が降ってくるかわからない。元ブログ始めてもう何人目になりますかね、こういう出会いはね。1,2,3,4、もう5人ぐらいですかね。やっててよかったなと思います、この半年間ね。はい、まあ順坊ね、新車の現行車 XSR700 ヤマハの買いましたけど、これからもマッハは乗っていきますよ。まあやっぱマッハは味だからね、もうこの時代のテイスト、ね、この時代のテイストを味わうために私は乗り続けるとね。この時期はね、あんまり調子が出ないんですけど、まあそれでも普通に走りますから、なんとかね。まあいつものね、外観下にちょっと出てね、ちょっとアクセルを回そうかなと思うんですけど、ちょっとねアイドリングが触るんですよね。自分の絶好調の時は1500ぴったりで止まってるんですけど、ちょっと不安定になるんですよ。ちょっと嫌なんですけど、今1250ぐらいでしょ、メーター読みで250回転ほど落ちてるんで、チャージランプがつくかつかないかぐらいのとこなんですけどね。あ、連休2日目ということもあってね、交通量が多いです。ここはね、このプアなブレーキなマッハ3ではね、飛ばすのは危険ですので、のんびりと行きたいと思いますよ。まあ、それにね、どうも XSR700 みたいな瞬発力のあるで現行車乗っちゃうと、速度出すのはあれでいいやになっちゃうよね。まあ無理やりエンジン回してね、ぶん回して遊ぶのも、かわいそうかなとね。もうおじいちゃんだから俺と一緒で、このバイクもね、自分の体をいたわるようにこのバイクもいたわって乗っていきたいなと今は思ってますけどね。はい、まあそれも時々気分で変わるんだけどね。よし、ここを右折しようかな。まあ去年まではね、順番これ一文字ハンドルにしてたんですよね。でも腰痛激しくて、これアップハンに戻したんですけど、アップハンね、これ幅が非常に広いんですよ。はい、オートバイの車体はこんな細いのに、ハンドルはこんなに横に張り出してね。だからね、すり抜けも安全じゃできない、そのぐらいハンドルが広いですね。はい、友達からアメリカンのハンドルつけてんのとか言われますけど、これノーマルですから、これでね。はい、という H1500SS ですけども、まあ私のは H1A ですけどね。はい、ちょっとねスタートでクラッチが滑っちゃうんですね。まあとにかくね、こういうもう今相場が高いオートバイ、なかなかもう世の中には出回らないオートバイは
もうあんまりぶん回さないようにして大事に乗る方がいいかなと最近はちょっと考えがね改まってきました自分も。はい、ということでグローブ忘れちゃったちょっとグローブを忘れた順もですけど、まあその辺は勘弁していただいて、まあ音がねいいよね、いつも言うけどさ、まだちょっと11時になってないかな。まあいいや、とりあえず鳩屋さん行ってみますかね。茨城から来るんじゃここまで1時間かかるかな。あー、また悩みが一つ増えたよ。七五節も終わってないのに走り出して少し前回やって遊ぶとチャージランプがついてアイドリングが不安定になる。これどういうことだろう、わかんねえ俺。まあ走ってれば問題ない。頭痛えな本当によ。何年経っても頭が痛えバイクだ。もうずっとね湿気があったから、もう電気系統とかもいっぱい湿気含んでるから、そいつが全部抜けるまでダメだねこれ。多分抜ければ大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。でもひどい時はメーター曇り出すもんね、ずっとね湿気すごい含んでる時で、メーター曇んないってことはそんなでもないと思うんですけど。さあ鳩屋はもうねすぐそこなんですけど、まだちょっと11時になってないから、さあもう旗屋ね着きましたけども、さあマッハいるかな。おマッハいますね。白いマッハ、綺麗なマッハがいます。ということで、おそらくこのマッハは宮部さんという方でしょう。あ、土浦ナンバーで、あ、どうも、あ、どうぞどうぞ。おう、あ、どうも、はじめまして、小沢と申します。宮部さんですね。どうもありがとうございます。オートバイ買いに来たんですか。いや、ちょっとあの CBR WR、見に来たんですよ。ダブル息子さんの。いや息子じゃない、自分乗るんですか。そう宮部さん、なんだよ。いやいや、クロマッサージだけど、いや今緊張なんで。いやいつもコメントくださる宮部さんの白い H1 です。で今偶然バイパス用で通りかかって今お話し中の赤の一番。あ、すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。あとリフレクターよかったら。あ、マジですか。だからありがとうございます。自分の国内もんなんでリフレクターがついてないんですよ。それがないと、はい、あれもらってもいいだろ。大丈夫ですか。いや、つけた方がいいっすよ。自分のもともと多分ないんですね。いや、国内ないんですけど、つけた方がタンクの収まりいいっすよ。あ、そうですか。これメーターのダンパー。あ、メーターのグロメットのやつですね。よかったら。あ、そうですか。すいません。どうもありがとうございます。こんないただいてしまいました。ありがとうございます。綺麗ですね。いや、タンクだけですよ、綺麗なの。あとは一緒ですよ。やっぱそれなりですよ。もうしょっちゅう調子悪くなるし。いやいやいや、やっとできたんですけど。
あ、駐車結構いいですね。でもやっぱ赤いバッハが一番俺好きなんですよ。宮部さんのマッハが一番うるさいっすよ。一番エンジン音でかいよ。どうもありがとうございます。はいはい、ということでね、宮部さんのマッハ、お別れします。 GS の宮部さんの友人さんともね、偶然ここでお会いしまして、それと川口に住むね、宮部さんのご友人さんともね、偶然ここで、ご一緒することができました。ということでね、みんなでお別れします。はい、ということでね、一緒に走るようなことはなかったんですけど、あ、宮部さんね、鳩屋でね、私と合流するっていうことで、今鳩屋ね来てたんですけど、でたまたまですね、自分が走ってる時に自分のマッハを見つけて、川内の方に住んでらっしゃる宮部さんの友人のマッハと GS400、私にくっついてきて、で鳩屋で合流したんですよ。これは本当偶然で、でマッハが3台揃ったとね、まさにマッハ3ということで、ということで白いマッハ3の宮部さん、これからね茨城まで安全運転で帰ってください。いいね。ということで、私もねとりあえず帰りますけども、わざわざね手土産まで持って、宮部さんね訪ねてきてくれたんですけども、本当にありがたいです。どうもありがとうございました。はい、ということでね、鳩屋の前で別にバイクを買うわけでもなくね、3人4人でバイクの話、特にマッハの話をねずっとしてましたけども、はい、こんな感じで展望は自宅の方に帰りたいと思いますけど、はい、宮部さんのお土産をですねクラッチレバーの方にかましてあるんで、クラッチが勝手に切れちゃう。また仕事が増えちゃったね、貧乏は。カブの整備も途中だし、 75SS の整備も全然先進んでないし、で今度 500SS のねオイルライン、点検して、何かしら対策を打たなきゃならないと、ね、でも今回またねマッハの知り合いができましたんで、部品供給に関してはねいろいろ協力していただけるということなので、助かります。本当にね、ブログやっててよかったなと思いますね。いろいろとねオートバイのつながりができてて、今日はマッハが3ですよ、ね、マッハ3、3台揃いましたけど、はい、そんな感じでね、今日はねブログつながりで、茨城の方からマッハ3に乗る、宮部さんがね倉庫までね訪ねてきてくれました。はい、楽しい時間をね過ごさせていただきました。本当にどうもありがとうございます、ね、それと、偶然にも知り合ったね、佐藤さん、マッハ3ね、赤のマッハ3、川口の佐藤さん、宮部さんのお友達でした。本当偶然ね3人がね出会えたってのはね、これもマッハの力ですね。はい、ということで本日も皆さん最後までご視聴どうもありがとうございました。